オリビー・ベリエは、フランス出身の世界を代表する騎手の一人。身長164センチメートル。体重55キログラム。香港における名前の中文表記は、柏城がみなり。父親は、大理石職人で競馬とは直接関わりがなかった家庭に生まれる。しかし、フランス西部でよく行われている、ポニーレースに幼い頃から参加するうちに、競馬への関心が高まり、 手を志すようになった。1994年にヤングジョッキーズワールドチャンピオンシップで初来日 JRA 短期免許で再来日し関西を拠点に騎乗し1999年以降は関東を日本での拠点にしていたが2005年は再び関西に拠点を移した1995年から2008年まで14年間連続で JRA の重症勝ち2000年から2005年まで6年連続で日本の GI を制覇するなど好成績を収めている。2008年までは1月から2月及び10月から12月に毎年短期免許で来日していたが、2009年は目の病気のため2月に途中帰国した。これ以降は短期免許による来日はないが、以下の通り競争限定免許で日本に来ている。 ペリエ曰く、フランスでは調教師の指示通りに騎乗しなくてはならず、またその指示も非常に細かいために自分の騎乗ができず、逆に日本では騎乗はすべて機種に任されるため、日本では本来の自分が出せると語っている。関西にいた時期が長かったため、ペリエが話す日本語は関西弁が多い。また、母国語のフランス語、騎乗機会の多いことから英語と参加国語を話す。 ことができるが、その三つを混ぜて話すことから、ペリエ語と言われている。記者などのインタビューにも時には明るく応じてくれることも、あるので、日本にも、ペリエのファンは多い。最初に覚えた日本語は、開けて。ヤングジョッキーズワールドチャンピオンシップで起場した際、藤田真二と4位広文に教わったもの。竹豊とは、非常に仲が良く、部が、フランス遠征する際には、 通訳がありとなることもある。また、フランス文化を教えるが、わざと嘘を教えることが多い。また部が、JRA 通算3000賞を達成した際には、法にキスをプレゼントした。ワイン好きで、自家製ワインを作るためにドウ畑を買い取ったほどで、ある。また、カレーうどんも大好物という。藤田によれば、ガリガリ君も、サンドの飯より大好きとのこと。ちなみに、 ガリガリ君の CM の曲をすべて歌えるという。来日してからしばらくは、岡部幸男の後ろでレースを進めることによって、ペースを掴んでいたといい、僕の師匠は、岡部さんとインタビューで答えたことがあるほど信頼していた。プライベートでの進行は、ほとんどなかったが、岡部も、この発言を知っており、僕は何も教えていない。彼のセンスは、ピカイチだから、 僕はその手助けをしただけじゃないかなと答えている。2014年7月10日付ヘパリターフ氏掲載のインタビューによれば、近年はシャンティ地区からバイオンの近郊のウルトに拠点を移して、パリ地区との往復の日々であり、また引退後は、生に合っていないとの理由で調教師にならず、妻がウルトで開いている牧場の経営を手伝う意向を示している。金額の単位はユーロ。 金額の単位は円。ディアの賞は未勝利。ありがとうございます。